お待たせいたしました。市民球場です。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右のマルティネス、対するタイガースの先発は右の小野、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右のマルティネス、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは江越、背番号25。第9球投げました、打ちました、初球打ち、フラフラっと上がった、セカンドが落下点に入りました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番遠藤。第4球は打った、流し打ち、ライナー、レフトからセカンドへ、遠藤ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第3球は低め、空振り三振、マルティネスナイスピッチング。バッターは4番ロハスジュニア。第3球を投げました、打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー遠藤残塁に終わりました。ホークスまずはゼロに抑えました。ホークス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で中谷、背番号13。第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、ストライク。投球は3球目、投げた、危ない球。第4球を投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げた、危ない球。次は6球目投げた、膝元外れてフォアボール。この2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山本。第9球投げた、初球を打ちました、明石掴んだ、マルティネス取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第2球打った、内野ゴロ、川瀬ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者長坂。第3球を投げました、低め、空振り三振、マルティネス最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって1対0です。3回の表、1点を追いかけますタイガースの攻撃。トップバッターは片山、次が4球目、投げました、低め、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは9番藤田。背番号59。第9投げました、初球打った、抜けた、藤田いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました、打ちました、打球はファースト後方、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第2球投げました、打ちました、キャッチャー落下点、取ってこれで3アウト、チェンジ。一塁ランナー藤田残塁に終わりました。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは板山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れている、初球から打ってった、これは内野へのフライだ、ショート落下点に入りました、マウンド後方を掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ロハスジュニア、第1打席はセンターフライに倒れています。打った、これは強烈、入れば同点だ、伸びた、伸びて、ライトセンター見送った、ホームラン、同点ホームラン、発球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは5番山本、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。打ちました、初球打ち、センターへの打球、センター前に取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番高山、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9
投げました。おっとデッドボール。これはデッドボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球これから2球目打ちました。ショートバウンドボールを取った。野村うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって1対1マルティネスとうとう打たれてしまいました。同点で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で中谷、最初のバッターボックスはフォアボール。第1球投げた。初球高速スライダー空振り。1球目空振りから打ちました。痛烈、抜いていった。ボールは中継、中谷ナイスバッティングです。ホークス勝ち越しのチャンスを迎えます。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは片山。今日の第一打席はスイン、打った、フラフラっと上がった。川瀬余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤田。これが2度目のバッターボックス。投げた、低め、空振り三振。バッターはトップに帰って江越。今日はセカンドフライとファーストフライ。投げた、初球を打ちました。ピッチャー後方のフライ取りました。これで3アウト。マルティネス、この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって1対1です。ホークス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で中谷。第1球投げた、打ちました。これはいい当たり、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン、スリーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ。甘い球を完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。ゲームは後半に入ります。トップバッターは遠藤。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、セカンド落下点。野村掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番板山。今日は三振とショートフライ。打ちました、川瀬取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番ロハスジュニア。これが3度目のバッターボックス。投げました、打ちました、野村取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。マルティネス、この回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって5対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは山本。今日はファーストゴロとセンターフライ。打ちました、小林ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番高山。今日はショートゴロとデッドボール。第1球投げました、打ちました、セカンド左。野村掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の長坂。今日は三振とセカンドゴロ。投げました、打ちました、明石ボールを掴んだ、マルティネス取ってアウト、スリーアウトチェンジ。マルティネス、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。マルティネス降板。ここでマウンドに上がったのは泉。今日2番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第5球投げました、打った、泉取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤田。第3球を投げました、146キロ直球、空振り三振。藤田全くタイミングが合いません。第5球投げた、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。泉三者凡退に抑えています。8回の表が終わって5対1です。ホークスリードで迎える8回です。ここまで2安打中谷。第9球投げた、ボール、まずは内角低め。第2球真ん中見逃してストライク。第3球を投げた、危ない球、
第4球を投げた。直球見送ってストライク。追い込んでから第5球投げた。あっと、いった、一直線場外への特大ホームラン。ソロホームラン、中谷、これで2打席連続のホームラン。渾身のストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。さあ、いよいよ最終回。この回の先頭バッターは遠藤。投球はこれから3球目。打ちました。川瀬、下がっていった。川瀬取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番板山。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。インコース引っ張った、ヒット。板山、いいバッティングを見せました。バッターは4番ロハスジュニア。今日はホームラン打った。これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。センター見送った。ホームラン、ツーランホームラン。ロハスジュニア、今日これが2本目のホームラン。変化球を完璧に捉えられました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。さあ、リプレイです。バッターは5番山本。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました、打ちました。小林、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは6番高山。ホークス、ここは何としても抑えたい場面。投げました、打った。ピッチャー返し、抜けた。高山、ナイスバッティングです。バッターは指名打者長坂。第2球投げました、打ちました。サードの右、一塁送球、アウト。試合終了です。ホークス、見事勝利を収めました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手マルティネス、負け投手。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。